ここではキントワンの詳細についてご説明させていただきます。キントワンのサービス詳細を5つのポイントに分けてご説明させていただきます。まずは込み込みの詳細についてです。キントワンに含まれる自動車保険は年齢、運転者に制限はなく、契約者が認めればどなたでも適用されます。対人賠償責任保険、対物賠償責任保険は無制限、人身障害保険は1名につき5000万円までと充実した内容になっています。車両保険も付帯されており、どんなに費用がかかってもお客様の負担は1事故あたり最大5万円と安心です。その他、弁護士費用特約、レンタカー費用保証、ロードサービスもついております。続いてメンテナンスです。メンテナンスはトヨタの正規販売店で6ヶ月ごとに行います。3年目、5年目の車検費用も含まれています。故障修理などは発生の都度随時実施いたします。エンジンオイルやタイヤ、バッテリーなどの消耗品交換も月々の費用に含まれています。続いては契約プランについてです。キントワンではニーズに合わせて選べる2つのプランをご用意しました。初期費用なしで気軽に始められる初期費用フリープランと、中途解約金なしでいつでも見直せる解約金フリープランです。まずはじめに2つのプランの特徴をご紹介します。初期費用フリープランは申し込み金なし、初回契約期間を3年、5年、7年からご選択いただくプランです。解約金フリープランはいつでも中途解約金なし、3年契約でスタートいただくプランです。さらに両プランとも再契約することで最長7年までお乗りいただけます。それでは初期費用フリープランについてより詳しくご紹介します。初回契約は3年、5年、7年からお選びいただけます。3年、5年契約は再契約により最長7年お乗りいただけます。初回契約時、再契約時とも申し込み金は0円、初回契約期間中はお得な手数料で次の新しいお車に乗り換えできる乗り換え号がご利用いただけます。月額利用料は契約期間が長いほどお手頃になります。また契約期間中に中途解約をする場合は規定の中途解約金をお支払いいただきます。初期費用フリープランの中途解約、お乗り換えについてより詳しくご説明します。中途解約金はあらかじめ明記されているので安心です。例えば3年契約の場合、24ヶ月目に中途解約すると月額利用料2ヶ月分の手数料で解約することができます。また初期費用フリープランの場合、途中で別のお車に乗り換える際にお得な乗り換え号というサービスがご利用いただけます。例えば3年契約の場合、24ヶ月目に中途解約ではなく別のお車への乗り換えを申し出いただくと、月額利用料1ヶ月分の手数料で新しいお車に乗り換えることができます。5年契約、7年契約および再契約後についてはウェブサイトをご確認ください。解約金フリープランは初回は3年契約でスタートいただきます。再契約をすることで最長7年お乗りいただけます。初回契約、再契約時には規定の申し込み金をお支払いいただきます。再契約後の月額利用料は1から3年目の月額利用料と比較し、1回目は 15% 割引、2回目は 30% 割引になります。契約期間中は中途解約金0円なので、いつでも契約を見直すことが可能です。選べる2つのプランのまとめです。初期費用フリープランは申し込み金なし、初回契約期間を3年、5年、7年からご選択いただきます。解約金フリープランはいつでも中途解約金なし、3年契約でスタートいただきます。初期費用フリープランはまとまった出費なしでキントワンを気軽に始められるプラン。
解約金フリープランはお車との付き合いをいつでも見直せるプランです。お客様のニーズに合わせてお選びください。続いて他の持ち方との比較です。キントワンのウェブサイトではお車の選択、運転される方の年齢、利用期間を入力するだけでキントワンご利用時と現金一括払い、ローンでの購入を簡単に比較することができます。例えば26歳以上の方がプリウスを3年間で契約した場合のシミュレーション結果です。キントワン、現金一括払い、ローンでの購入の3年間の支払い総額と1ヶ月あたりのご負担額で比較、検討を行うことが可能です。皆さんもぜひウェブサイトでシミュレーションしてみてくださいね。また他社サブスクと比較する際のポイントです。この6つの条件を確認しながら、ぜひご自身にぴったりか比較してみてください。それではここでご利用上の留意点をお伝えさせていただきます。留意点の1つ目、キントワンのお車をお使いいただく上での禁止事項がございます。車内での喫煙、改装、競技走行はご遠慮いただいております。留意点の2つ目です。お車の返却時に車両状態をお客様ご自身で確認いただき、自己申告いただきます。傷や車内の汚れ、走行距離の超過などが確認された場合、ご申告いただいた内容に基づき、修繕・修復費用を請求させていただきます。大きな傷やへこみができた場合は、自動車保険を使って事前に修理を行うと、返却時に修繕・修復費用が発生せず安心です。お車の状態により修繕・修復費用が発生する主な事例がこちらです。ご申告いただいた内容に基づいて発生する修繕・修復費用がこちらです。例えばパネルに40センチ以上の線傷が確認された場合、1箇所あたり2万2000円を支払いいただきます。また走行距離は1500キロ×ご利用月数が上限です。1年あたりに換算すると1万8000キロまで追加料金なしでご利用いただけます。超過した場合はトヨタ車の場合、車両返却時に1キロあたり11円をお支払いいただけます。留意点の3つ目、契約終了時はお車を返却いただきます。お車の買取はできませんのでご留意ください。その時々で最新の安全装備のついたトヨタの新車に乗っていただき、安心・安全なカーライフを送っていただきたいと考えています。最後に各種サービスの相違点についてです。まずは契約名義についてです。キントワンは個人名義・法人名義でご契約いただけます。法人契約の場合、保険の適用範囲や乗り換え後、ボーナス併用払いが対象外となりますのでご注意ください。キントワンはトヨタ車およびレクサス車からお選びいただけます。レクサス車をご契約いただく際の注意点です。続いて、森蔵セレクション GR ヤリス GR86 のサービス相違点についてです。サーキット走行や改造が一定の条件下で可能です。森蔵セレクションについては、提供プラン、取扱い販売店が限定されておりますのでご留意ください。いかがでしたでしょうか。個別のご相談はオンライン相談にて受けたまわります。